いどうも、関西クラクラクラブのコミです。さて本日はですね、アニマルパークさんにちょっと、お邪魔をしております。で、アニマルパークさん、ご存知の方もいるかもしれないんですけども、結構なね、高トロ隊の方が集まっているクランで、私たち関西クラクラクラブもいろんな合同戦とか個人的なつながりなんかもあったりして、よくねこう一緒に、ゲームをやらせてもらっているんですけども、今回、ここにお邪魔しているのは、なんとですね、グローバルランキングの第3位になっているね、凄腕のプレイヤーの方のアタックがね、今回見れたということで、で、ものすごいレベルが高いんでね、ちょっとぜひぜひということで、リーダーのね、ジャワンさんにお呼びをいただいて、で、こちらにちょっとお邪魔しております。まあ、すごいですね、本当に。一応この方っていうのが、ご覧いただけますかね。今グローバルの3位にいらっしゃるこの33漁夫さんって方かな、中国の方なんですけども、まあ、この方のアタックがとにかくやばいです。まずはね、何がやばいかちょっと見てもらいたいというふうに思うので、動画のリプレイからどうぞご覧ください。今日は ね合計で動画、2つのねアタックを見てもらいたいんですけども、まずは見てね、少しでも真似できる要素が多い方からいってみたいなというふうに思います。こちらですね、リーダーのジャワンさんを攻めたこのアタックになるんですけども、戦術的にはおでひからのペッカボーラーですね。で、簡単にプランニングを説明すると、まずおでひでここを全部潰します。次に、潰し終えたところでペッカボーラーをこのギガテスラのあるこの区画ジャンプを打ってガーッと奥へ進めていく。で、最終的には、今ねこの矢印を書いたここにこうペッカーボーラーを進めていきながら、残った施設をこんな感じでボマーですね、ボマーを入れていくと、まあ、こんなような感じのねプランニングになってます。で、何がすごいかっていうと、この33漁夫さんのアタックって本当にですね、リスクを負ってないんですよね。これからもう1個見ていただく動画っていうのもまあそうなんですけども、なんていうのかな、再現性がすごい高いんですよ。タイミングですごい左右されるような、難しいことっていうのは極力避けて、なるべく低リスクで確実な方法を取っているっていうところ、この辺がね、非常に何ていうのかな、皆さんのアタックの参考になるんじゃないのかなっていうふうに思うので、それがあってね、今回このかなり何ていうのかな、レベル自体は高いんですけどもアタックを、収録させてもらっているというところですね。で、そこ行ってるうちに、もうペッカボーラーが発動し始めてますね。ギガテスラのあった区画からジャンプを打って、3次側のインフェノタワーの方面へどんどん向かっていきます。ここでフリーズを打って、しっかりねボーラーが、やられないように、マルチインフェルノ、結構ボーラーに対しては何ていうのかな、効果が高い、ボーラーの天敵ですんでね、それはしっかり止めていくというところですね。で、ペッカボーラー部隊が3次方面をうろついている間に、今度はボマーの登場ですね。これ対空砲が今見てもらっている6次の区画っていうのに全くないので、エアスイーパーもないですよね。なのでここはもうボマーの天下になってますね。攻撃力が高い施設っていうのが、クロスボウと、アッチャ塔ぐらいしかない、ウィズ塔中心の区画になりますんでね、こういうところっていうのは下手にコウモリなんかは使わずに、こういった形で、裏ボマーみたいなね、ユニットを突っ込んであげるのが結構効くというふうに思いますね。で、このまま、あとは最後のウィズ島を壊して、ペッカ2体のババキンが着衣残しての全開というところですね。非常にお見事、お見事すぎるお見事さですね、これ。レベルが高いんですけども、ちょっとね、もう一回このアタック、細かいところを振り返りながら、振り返るというかね、着目しながら見ていきたいというふうに思います。で、まずは、なんといってもここですよね、おでひなんですけども、ここ、おでひをね、やる、一つのポイントっていうのは、インフェルノタワー、イーグル砲、この辺のね、施設っていうのが、おでひで壊せる場合には、やる価値あるかもしれないですね。非常に、序盤の時間を食ってしまうんで、その後、ディガーを回そうとかする場合は結構きつくなります。で、今のレイジもそうですね、これ、おでひの延命では決してなくって、おでひのその時間短縮のためにレイジ打ってますよね。で、これから、9時に出てくるこのウィザードもそうですね、時間短縮です。で、今回このクロスボウとか、大砲とかね、こういうターゲットっていうのがそんなにおでんに集中しないような、グランドボーデンに、集中しないような位置にこうありますんでね、
これをうまく使って今回この漁夫さんはね、おでひを使ってこのインフェルノを1本折っていってますね。でこれを折っていくことによって結構ねこの壁の中のインフェルノ多分最後ね残っちゃうと思ったんでしょうね。でこれがサイドカットの効果にもなりつつ、さらに、そのおでんが、今度は、ペッカボーラーに合流してこれジャンプをしっかり打って入れていってますね。火力が高いのでこういうところで下手にウォールブレーカーを使うのは得策ではないですね。あの事故の原因です。ちなみに今回のアタック、初見ではないですね。3回目のアタックになってますんで、おそらくねどこに罠があるかは大体分かって攻めているでしょうね。まあ、そういうところもあって、あえてウォールブレーカーを使う場所ではないなと、まあ、いうふうに踏んだんじゃないかなというふうに思いますね。で、ここ、まあ、クイヒーの形になってないのか、ペカヒーになってますね。本当はボーラーにヒーラーがついた方が長生きしてね、まあ、効果はあると思うんですけども、まあ、ここはでも最終的には中にねクイーンが入ってくれてるんで、まあ、割とそこは、壁の中の火力はそれで持ってますね。どこまで読んでたかは分かんないです。多分これ読んでなかったと思うんですけども、クイーンがクローク残した状態で中に入ったのはまあ幸運だったのかもしれないですね。で外周はペッカプラスウィザードで、6時方面に対してはボマー、中央からはアーチャークイーンという波状攻撃ですね。もうこうなってくると止めようがなくて、序盤のなんていうかな、おでひのサイドカット、あそこから、綺麗にね、この12時のこの区画、ちょっと試着しましょうかね、この区画にユニットを流し込んだこと、まあ、それがもうほぼほぼあの勝利への第一歩になってましたね。やっぱりここをおでひでしっかりね処理したことによって全体の、火力に対するケアだったりとか、最後ね、施設が残ってしまう、まあ、掃除でききれないリスクっていうのをしっかり殺したね、技術の高い全開だったなというふうに思います。これはすごい参考になりますよね。あのおでひはぜひぜひあのこういう使い方で、活用すると全開につながる可能性がね、まあ、高まるかなというふうに思います。ちょっとミスっちゃいました、ごめんなさい。でもう一本です。これもね同じ漁夫さんのアタックなんですが、毛色がガラッと変わります。このアタックっていうのは、なんだ、クイヒー、ホグですね。クイヒーホグなんですけども、よくは 見るですね、ウォールバスター使っていくパターンではないんですね。まあ、これもよく、なんていうのかな、ボマーを使うパターン、まあ、なきにしもなんですけども、珍しいっちゃ珍しいですね。どちらかというと、バスター使う編成の方が多いと思います。で、バスター使わない代わりに、壁開けウォールブレーカーでやるんですね。ちょっとねこの壁開けのところっていうのは、このあともう一回ね、このリプレイを流したときにそこだけちょっと集中してあのお話をさせてもらいたいというふうに思うんで、ちょっと今はね飛ばしながらいきます。で、まあ、今回のねこの漁夫さんのプランニングうまいなって思うのは、ギガテスラの区画にしっかりと、ね、クイーンを誘導するためのババキンのサイドカット、まあ、これ私何とも動画で言ってますけども、あのクイヒーをやる場合とか、まあ、何でもそうなんですけども、サイドカットねバーバリアンキングって本当に使えます。あの特にクイヒーなんかはそれちゃった瞬間にプランニングがガタ崩れになっちゃうので、そうさせないようにねバーバリアンキングを使ってしっかりカットするっていうのはすごい有効な手段ですね。で今ホグがスタートしましたけども、ここをまずクイヒーで全部こう処理できてしまっているってことですね。さらにさらにここ壁が2マスしか空いてないんで、こういうイーグル砲とかねウォーデンとかこういうところにも全部アチャクイの攻撃が届いているんですよね。まあ、こうすることによってさらにホグのルートが狭まっているというところもこれ見逃せませんね。いや非常にお見事ですね。まあ、最初の L 字を作る、まあ、ホグライダーを回すためのこの L 字ですね、こういう L 字、こういう L 字をこうホグロを通していっているんですけども、この L 字の作り方がまあ本当にあの絵に描いたようにうまい。でそれをするためのウォールブレーカーの技術の高さですよね。とここに関してはねさっきも言ったようにもう一回振り返っていきます。あの見た目すごいねあの高難度なウォールブレーカー技術を使っているように見えるんですけども、あの今回のこの漁夫さんのウォールブレーカーの使い方っていうのは実はそこまでねあのハイリスクではないと思うんですよね。よっぽどあの日本人のプレイヤーのやってるウォールブレーカーの使い方の方がすごい技術を要すね、難易度の高いボールブレーカーの使い方、決めていると思うんですけども、まあ、このね、2層の壁開けボールブレーカーをこれだけ低リスクでやってるっていうのは驚きですね。よく配置見てるなって思います。
で、もう一回見ていきましょうかね。今これが、漁夫さんのアタック、再リプレイなんですけども、ここも上手ですね。しっかり大砲とかをババキンで叩くことによって、ね、クイーンにね必要以上にレイジ打たないようにしますね。でここです、ウォールブレイカー壁開けですね。しっかりこれはマルチ IT、 これ怖いですよね。あとここにある、クロスボウ、こいつらが壁開けの邪魔になる一番の施設なんで、そこをしっかりフリーズで止めた上でこうウォールブレイカーを出しているっていう、まあ、この、順番が見逃せませんね。アジャックの延命にもつながってるんですけど、おそらくこれはウォールブレイカーを生かすための方法ですね。でもう一個ウォールブレイカー出してます。これもしっかりとこの中の壁の方に向かってますね。ちょっとここで簡単に分かってる人は分かってると思うんですけども、ウォールブレイカーっていうのは壁の中に施設があるところにしか反応しません。つまりどういうことかっていうと、1層目ここを壁開けしましたよね。その時にここにまだ施設が残ってましたね。多分これはボムタワーかな、残ってたと思うんですよ。ここにこれが残ってたんで、ここの壁にウォールブレイカー向かうわけですね。もしも今最初に矢印書いたこのボムタワーがなかった場合どうなっちゃうかっていうと、ウォールブレイカーは壁の中に施設がなかったらその壁に反応しませんので、例えばこっちにこう逸れてしまうとか、こっちにこう行っちゃいますね。もしもこの区画に何も施設が残ってない状態でウォールブレイカーをここから放った場合ですね、この壁は開けません。ここはね開けないので、施設を残した状態でウォールブレイカーを使っているっていうのがすごいお見事ですね。でもう一つは、今これまた見てください、もう2層目開けるんですけども、これどう見てもターゲットを取りそうな場所っていうのがここのギガテスラぐらいしかないですよね。あとウィズと、これをしっかりとバーバリアンキングでターゲットを取っていることを確認してからウォールブレイカー出しますね。おそらくこれレイジウォールブレイカーになってましたけども、ならなくてもちゃんと開いたでしょうね、ギガテスラが発動さえしなければ。ここら辺のまあなんていうのかな、再現性はすごい、まあ、そうは言っても優しくはないんですけども、バーバリアンキングとアーチャークイーンでしっかりターゲットを取りながらタイミングを見計らってウォールブレイカーを出している、まあ、このね、なんていうのかな、バーバリアンキングが近くにいるのでほぼ全てね、複数攻撃施設でなければターゲットを取ってくれることが分かっている上でウォールブレイカーを使っている、これはねかなりなんていうのかな、難易度が高くないですね。クイヒーだけで、ターゲットを取ってウォールブレイカーを当てるっていうやり方よく見るんですけども、それに比べれば全然楽です。バーバリアンキングがいるっていうのはね、ゴーレムと一緒にウォールブレイカー出すのと一緒で、だいぶねダメージを吸収してくれるというか、ターゲットを取ってくれるんでね。で、比較的低リスクでこのギガテスラの核に入っていってるってことですね。まあすごい。でホグライダーを出してきてからのこのボマーもちょっと見てほしいんですけども、これなんでこっからっていうのは、これも完全にサイドカットですね。ホグライダーが、壁の外にそれないようにサイドカットの意味合いでこのボマー出してますね。まあこのアチャ島についているこのホグたちもサイドカットです。中に入った中央のね、このボマーの真下にいるホグライダーが中にこう入っていくように、外側のユニット、施設っていうのを、後出しのホグライダーでこう潰してますね。アンホール9でよく見るサージカルの形になってます、まあ、それをボマーとホグライダーでやってるってことですね。でそういうね相乗効果でお互いのホグライダーをサポートし合うと、ヒールだったりね、グランドウォーデンのエターナルドームの、範囲内に多くのホグが集まってきますんで、最後こんな風にですね、かなりホグを残して旋回することができます。まあ、ホグライダーって割れちゃうと結構ね、呪文だったりトームの恩恵を受けきれずにやられるんですけども、今みたいにね束に束になるようにこう次から出したホグが外周削って中央のホグがばらけない、この格好を作っていくと、まあ、こんな形でいっぱいホグが残る、まあ、これはね、比較的タイムホール9とかをねよく練習した方なんかはよく使う手だと思うんですけども、一気にね11や12まで上げてきた方っていうのはもしかしたらあんまり馴染みがないかもしれないですね。ホグの一点出しっていうのが割とよく見られるパターンなんで、まあ、こういうサージカルっていう手もあるよということはね、ホグライダーを使う方っていうのはちょっと頭の片隅に置いておくと、中心に入ったホグライダーがターゲットを取っている、でそこにヒールを当てて回復させておきつつ、外側の施設にホグライダーを当てて中心の、まあ、そのヒールの枠の中に入っているホグが横に逃げないようにする、こういうね、ホグライダーの順次の出し方をサージカルホグって言いますので、よくこれはね覚えておいて使ってもらえるといいんじゃないかなっていうふうに思いますね。まあ、ボマーも同じ使い方をしてましたね。
というところで、まあ、非常に、ね、ハイレベルなアタック2本見てもらいました、まあ、これが世界のトップレベルかということでね、見てもらえてなんか、感じるものや得るものがあったら嬉しいなというふうに思いますので、ぜひぜひ、ね、ご参考いただければ幸いです。はい、というところで本日は失礼いたします。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。では本日はこのあたりで失礼します。バイバイ。